はい、どうも、ビクツリーです。よろしくお願いします。今日はですね、オタク系優等生 VS アッパー系バカ、英会話に強いのはどっちという話をちょっとしていきたいなと思うんですけれども、これね、皆さんテストでいい点取れても、実際の英会話では通用しねえからな、みたいな、このセリフを聞いたことあると思うんですけど、本当にじゃあ通用しないのかっていうのと、あとは、じゃあね、逆にこの英会話が上達する人っていうのは実際どういう人なのかっていうのを今日はね、ちょっと見ていきたいなと。そしてまあこの長年業界のね、トップブレインたちを巻き込んで加熱しているオタク系優等生 VS アッパー系バカ、どっちが英会話最強なのか論争に今日はね、終止符を打ちたいと思います。はい。で、このじゃあテストでいい点取れても実際の英会話では通用しねえぞっていう、このセリフのね、意味なんですけど、いくらこの TOEIC とか英検とかでハイスコアを持っていたとしても、それはやっぱりあくまでも、やっぱ紙ベースのね、一問一答であって、本当の実際の英会話っていうのはもう予測不可能な状況で、すごい速さで、処理していかなきゃいけない、反応しなきゃいけないっていう柔軟な対応が求められるので、この英語力、英語学力イコール英会話力ではないと思うんですけど、この英語学力だけじゃなくて、この相手との関係をね、良好な関係を維持するために空気を読んだりとか、ね、あとは、なんだろう、相手の圧力に負けないような、この胆力があったりとかね、そういう、なんだろう、英語学力以外の面、まあ、コミュニケーション能力、っていうかもしれないですけど、っていうのがやっぱり必要になってくると。なので、この実際に学力、英語の学力は高かったとしても、このコミュニケーション能力が不足しているために、なんかうまいこと友達の信頼関係が築けなかったりとか、あとはなんかはいはい言ってね、イエスイエス言ってイエスマンになって、すごい影の薄い存在になっちゃったりとか、そういうパターンも結構ね、見てきてるんですよ。そういうパターンもいるんですよね、実際に。じゃあね、その英会話に強い人、英会話に向いてる人っていうのはどういう人なのかっていうのが、まあここではちょっと極端ですけど、このめちゃくちゃ優秀でね、頭がいいんだけど、まあちょい暗めのオタク優等生と、あとはもうめちゃくちゃ能天気、もう気持ちぐらいのバカで、ね、だけどすごい憎めないというか、人柄が良くて勢いだけはすごい、このアッパー系バカね、うん、このまあ2つのね、極端ですけど2つの例にとって、じゃあどっちが英会話向きなのかっていうのをちょっとね、考えていきたいと思うんですけど、まずね、このオタク系優等生なんですけど、このタイプはね、今まで出会った中だと、やっぱりね、むっつりスケベが多いですね。うん。なんか、例えば、まあ、エロ動画をね、好きなエロ動画を、お気に入り登録してるにもかかわらず、なんか、教えてくれないみたいな、どんなジャンルが好きとか教えてくれないみたいな、みたいな、教えてくれないタイプのむっつりスケベが多いですね。なかなか心を開いてくれなくて、秘密主義なので、なかなか教えてくれないんですよ。ただ、本当に頭はいいです。めちゃくちゃ頭が良くて、こっちが聞いたことは大体ね、何でも答えられるんですけど、でもやっぱり自分からなんだろう、この、積極的に例えばジョークを言ったりとか、そういうタイプではないので、ね、例えばこっちからなんかジョークを言ったとしても、なんか、うん、なんかみたいな、本当に心を全然開かないので、ちょっとやっぱりこの内気で、ね、プライドが高くて、もう紙のテストでね、紙の上ではもう無双してるんですけど、やっぱりちょっと実際のこの人間関係っていうのがなかなかうまくないので、英会話もそこまで上達してない印象ですね。そういうタイプの人ですね。で、一方、対するこのアッパー系のバカっていうのは、もうこれはもう本当に中学校からストレートでも英語オール赤点みたいな、留学先で出会ったんだけど、もうそもそもなんで留学先にいるのこいつみたいな、どうやってそこまでたどり着いたんだろうっていうぐらいの、もう超バカ、超能天気なんだけど、本当に人柄だけで勝負、勢いだけで勝負してて、全然英語喋れないのに、もう自分からこう結構グイグイ行くタイプですね。うん、で、
もう仮にね、たまたま一言でも通じるとみたいな、なんかハイタッチを求めに行っちゃうようなタイプ、全然このなんだろう、ミスをすることに抵抗がなくてどん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 行けちゃうタイプの人、はい、っていうこの2種類なんですけど、じゃあこのどっちが強いのかなって言った時に、まあ本当に最初に言った通り、この英語学力イコール英会話力ではないんですよね。うん、会話っていうのはやっぱりこのお互いの意思疎通なので、いくらこの学力が高かったとしても、それを使いこなす術、まあコミュニケーション能力ですね、コミュニケーション術がなければうまくいかない、単なる宝の持ち腐れになってしまうし、かといってあまりにもこの無能というか、あまりにも何も知らないと、そもそもこの会話自体が成立しないですよね。聞き取れないし何も言えないので、もう全然何も成立しないではあるんですけど、でもね、それでもやっぱりこの英会話においてどちらが有利かといったら、僕は圧倒的にアッパー系バカが有利かなと、これはもう経験して、この自分の目でいろいろ見てきて本当に思いますね。このアッパー系バカ最強説が僕の中であるんですけど、やっぱりこの異文化間の言葉が通じない中でのコミュニケーションっていうのは、すごいね、誤解とか消化不良っていうのが起こりやすいんですよね。なので、このあんまりその細かいことを気にしない、流れにある程度身を任せられるノリみたいなのがすごいね、大切だと思うんですよ。例えば全然分かんなかったとしても、それをね、自分の中で良しとして、もうなんだろう、明らかんとしてどん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 前に進める、がむしゃらに進んでいける、このガッツ、この勢いがやっぱりね、すごい英語力を押し上げる上で必要になってくるエネルギーだと思うんですよね。よくこの言うじゃないですか、英語っていうのはこのネイティブとの実際のコミュニケーションを通して学んだ方が一番いいっていうね、まあ、だからこそみんな留学に行くしね、あのオンライン英会話やったりとかするんですけど、やっぱりこれは本当にその通りだと思います。僕もね、ネイティブとのこの実際の話して聞いてっていう、この英会話で得られるこの経験値、得られる能力っていうのは、どんなこの参考書とか単語帳とかやったとしても、もう比べ物にならないぐらいのやっぱりね、経験値が手に入るんですよ。なのでやっぱりぜひともこのネイティブとのコミュニケーションを通じてね、あのどん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 学んでいきたいところなんですけど、そのためにはやっぱりまず最初にこのネイティブと友達になるっていう信頼関係を築くっていうとこから始めなきゃいけないじゃないですか。その上でもやっぱりこの勢いがあるっていうのね、このアッパー系バカがやっぱり最強なんですよ。この勢いでね、このなんだろう、持ち前の人間力で信頼関係を築けるっていう、この特殊能力っていうのはすごいね、強いなと。まあ相手からしても、そもそもなんだろう、なんか不愛想というか、なんかこのよくわかんないね、何考えてるかよくわかんない人と話してても面白くないじゃないですか。なんとなくこのなんだろう、高飛車な感じ、このプライド高そうな感じっていうのは、なんとか相手に伝わるじゃないですか。伝わるんですよ。なのでやっぱり少し無理をしてでも、この明るく振る舞ったりとかね、このオープンな感じをアピールするっていうのはね、すごい大切だなと。はい、ということで、まあこのオタク系優等生 VS アッパー系バカね、どっちが強いかということなんですけど、まあ、これでケリがつきましたね。はい、やっぱりアッパー系が最強なんですよね。ただね、この6つディスケベの皆さんも決して悲観する必要はないんですよね。うん、まあこのポジティブなバカっていうのは最強なんですけど、それは間違いないんですけど、ただオタク系優等生に十分な英語力が備わってるとしたら、それはそれでもうめちゃくちゃ最強なんですよ。なんでかって言ったら、もうそもそもね、英語力のベースっていうのがきちんとあるとしたら、あとはね、ある程度したら耳がやっぱり慣れてくるので、このネイティブの速いペースに慣れてきて、まあなんか聞いて軽く返してっていう、このなんだろう、言葉のキャッチボールをするぐらいはもう結構ね、簡単にできるようになってくるんですよ。でそこにプラス、このなんだろう、謙虚さとかノリの良さっていうのがプラスされたら、もうね、最強です。そうなったら本当にもうガーって、もうものすごいスピードで
成長していくと思うので、なのでこの持ち前の明るさがあって、英語力はないけど、とにかくこの持ち前の明るさ、ポジティブで勢いがある人はもう本当にその勢いのままにどん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 突き進んでほしいと思うし、逆に英語力はまあある程度あるんだけど、ちょっとなんだろう、ちょっと内気でコミュニケーションが苦手っていう人は、ちょっとねこのバカのノリをプラスアルファすることを意識すれば、そこからね新しい扉が開かれるんじゃないかなと思うので、はい、ということでね、今日はまあ僕の、まあ、これまでの出会った人、これまでの経験を元にした、まあ、独断と偏見のレポートですけど、はい、こんな感じで、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。